オールが運用していた、ゼネラルエレクトリック製の C30 から7型ディーゼル、機関車アメリカラティーナロジスティカは、かつて、ブラジルに存在した持ち株会社である。ブラジルとアルゼンチンで鉄道を運営し、他の鉄道会社にリースを行うほか、港湾作業、マーチャンダイジング、倉庫行動を営むなど、多角的な展開を行い、本社は、ブラジル南部、パラナ州の州都クリチバに所在した。 この2国のほか隣国であるパラグアイなどでも事業を展開したが、アルゼンチン国内での運営権利をアルゼンチン政府により取り下げられた後、2015年にルーモロジスティカに吸収合併された。オールはブラジル連邦鉄道の民営化を受け、1997年にフェロビアするアトランティコとして設立された。主としてブラジル南部を営業範囲とし、 サンタカタリーナ州、リオグランデドする州の鉄道路線の営業権を得た。1998年にサンパウロ州で運営を開始し、2001年にはブラジルのロジスティックス企業でアルゼンチン、チリ、ウルグアイにもネットワークのあったデララルダを買収した。2006年には営業範囲をブラジル中部のマットグロスソ州、マットグロスソドする州にまで拡大した。 1999年、アルゼンチンの鉄道会社の株式を取得後、会社名をアメリカラティーナ・ロジスティカと改称した。株式を取得してから運営を開始したのは、ウルキサ将軍鉄道とサンマルティン将軍鉄道の大半の区間であった。2013年、アルゼンチン政府はオールが、アルゼンチン国内での運営が契約違反だとして営業免許を取り消した。2015年、 オールはルーモロジスティカと交渉指導者に吸収合併された。前日の通り、ブラジル連邦鉄道が保有していた路線を引き継ぎ、主に同国南部に営業範囲を広げていた。サンパウロ州内に6 0 0 m m 期間の路線が存在のほかは、基本的に 1000mm のメーターゲージ期間の路線を保有していた。アルゼンチンの鉄道路線は、 アメリカに拠点を置く鉄道開発会社とアルゼンチン政府と共同で保有していた。標準機で建設された路線。イギリスが保有していたエントレリオス鉄道と東アルゼンチン鉄道がブエノスアイレスと北部のエントレリオス州、コリエンテス州、ミシオネス州を結ぶ路線として建設したもの。1949年の国有化後、これらの路線はウルキサ将軍鉄道の一部となった。 1993年10月22日の催眠映画に際し、旅客列車が運行を停止。保有、貨物列車の運行を行う会社は、メソポタミカウルキシャ将軍鉄道となったものの、1999年にオールに買収され、2240km の路線網がオールメソポタミカの名の下で展開された。2003年には T により、路線上に、 再び旅客列車が走り始めた。オールは T に線路を貸し、機関車を強要したが T による旅客列車の運行は2011年に中止された。これは政府が T に列車運行のための補助金を十分に渡していなかったことが原因とされ、旅客列車の運行は飛ばに変更された。飛ばはこの路線を使い、アルゼンチンウルグアイ間の国際列車も走らせるなど、 意欲的な運行を行った。しかしそれもつの間、トバは2012年ブエノスアイレス鉄道3時を起こし、解体されてしまった。前述の通り2013年に、オールはアルゼンチン政府から違反を言い渡され、同国内での運営権を取り消されてしまう。その背景には、オールメソポタミカが線路の保守をだり、貨物列車の脱線が多発していたことが大きく、 関係していると言われている。それ以降は再び国有となり、トレネス・アーヘンティーノス、アーク・イザ・カーガスの愛称で、貨物輸送が引き続き行われている。オール・メソポタミカが運営していたウルキサ、将軍鉄道は、パラグアイ、ウルグアイの標準機路線と接続しており、ブラジルのメーターゲージ路線との接続も存在している。線六1676ミ、mm、リメートルの後期鉄道。 イギリス企業が建設、保有し、アルゼンチンにおける、後期鉄道の、ビッグフォーの一角を占めていた、ブエノスアイレスアルパシフィコ鉄道が、ブエノスアイレスと西方の面倒砂州及び、サンフアン州を結び、アンデス山脈を越えた先の地理にあり、社名に入る太平洋と連絡する、重要な鉄道として建設した。1949年の国有化後は、 国営のサンマルティン将軍鉄道となった。1993年10月22日の催眠英化に際しては、保有と貨物列車の運行は再び、ブエノスアイレスアルパシフィコ鉄道となり、旅客列車の運行は UEB 会 P の担当となったが、1999年に BA。P はオールに買収され、オールセントラルという名に変更された。こちらも2013年に、 アルゼンチン政府により運営権を取り消されてしまった。2013年のオールの運営権取り消し以降、オールセントラルの路線はすべて再び国有となり、新アルゼンチン国鉄の子会社であるベルグラーのカルガス、ロジスティカがトレネス・アーヘンティーノス、サンマートン・カーガスの愛称で、貨物輸送が引き続き行われ、旅客列車の運行も政府によるものとなった。なお、機関車や貨車の中には、 オールの塗装とロゴが残ったまま、オールセントラルの貨物列車アルコースのマイナス16ディーゼル機関車が牽引。ありがとうございます。